エアウリピク太平洋における一エアウリピク干渉は、ミクロネシア連邦のカロリン諸島西部の干渉。干渉内には3つの島が存在する。エアウリピクは、ウォレアイ島の 108km 南西に存在する。合計の陸地面積はおよそ23.6ヘクタールであるが、干渉全体では5.921平方キロメートルの深い証拠を持っている。軽い南西の風によって、 干渉は、両側から常に破壊されている。かつては5つの島があったものの、1970年代終わりには2つの、小島が台風時の波によって洗い流された。これらの小島には、ココヤシが生えている。エアウリピクの人口は2000年時点で113人であった。多くの島民は通常は、ヤップ島本島に一時労働者として居住している。ヤップ州で選挙区を構成している。 カロリン諸島の他の島と同じく、スペインが発見しスペイン領東インドとなり、1899年にドイツ帝国に売却、ドイツ領ニューギニアの一部として管理され、第一次世界大戦後には大日本帝国が南洋諸島として委任統治した。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国の市政権下に入り、1947年からは、 太平洋諸島新託島治療の一部として管理され、1979年からミクロネシア連邦の一部となっている。ありがとうございます。